はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、やっと来たぜ。リヴァイの出現率超アップ来ました。トリプルゼータ、もうねこれ待ってました。僕はですね、ジークも倒せないしね、エレンも倒せないということで、もうやることねえぜっていうことで、まあエレンのステージとかね、ミカサのステージを周回してるわけなんですけども、やっとですねこのチャンスでリヴァイゲットしてですね、一気にイベントをね走りたいなと思ってます。来ました、このリヴァイはね、もうとにかくかっこいい、そしてやはり強い、特攻もねモリモリ、しかもねこのスコアタックでスコアボーナスがあるということで、ちょっと今週さ一気にこのスコアタでね大逆転も狙えると。確率見ていきましょうか。リヴァイ 1% きたっていうか、もうちょっと上げてくれ。初日のねちょっとアップが 0.6 で、まあ超アップが 1.0 なので、どうなのこれ、初日に回してもよかったぐらいか。いやでもね 0.6 と 1% は数字的にはね 0.4 しか違いませんけども、回すとですねこれがだいぶ違います。僕はですねその他のキャラはですね神引きしたので持ってます。ミカサはまだ持ってないけどね。だから今日はリヴァイ引きながら一緒にミカサも引きずり出す、そんな感じでね行こうかなと思います。もちろん秘策があります。進撃の巨人というだけあってですね、柿の種辛さ5倍、期間限定ということで、進撃なんで刺激のね強いお菓子をね買ってきました。今日はねこれを食べてですね神引きしたいなと思います。ただ柿の種ってさ、ただでさえ辛いのに5倍ってやばいよね。というかその辛さを測る基準群、どうやって5倍なのかっていうのもあるんですけども、僕ね実はカメラのね柿の種大好きなんですよ。まじシャレにならんね、むちゃむちゃ辛い、唐辛子をねそのまま食べているような感じ。5倍どころじゃねえぞこれ、うん、痛いね。しかし癖になるこの辛さ、やめられないんだよね。それではいきます、10連いきます。当たり前じゃないですか。さあ4500ポイント貯めるのはあっちゅう間。ちょっと待てよ、冷静に考えればさ、これで出ればいいけどね、出なかったらさ交換特攻のさピーク交換していった方がよくねっていう話もあります。いやいやいや何言ってんすか、出すよ。トリプルゼータ昇天したらワンチャンありと、お願いします。お願いします。おっとゴールドロウィスパー、僕はね前回のイベントでもねトリプルゼータにはむちゃむちゃ苦い思い出しかありません。ここまで、まあ、前回のイベントもね最初ねもう神引きして、もうそのトリプルゼータ以外のキャラは結構サクッと出しました。まあ今回もそうなんだけどね。だがしかしトリプルゼータ超アップにもかかわらず、もう100連以上回してね出なかったっていうね。だからそこで一気に持ってかれてチャラっていうことがあったんで、ちょっとねまだ安心できません。リヴァイを引くまでは安心できない。今回はねでもおはじきなのでリヴァイがないともう立ち行かないんだよね。しかし取れ、まあ、ない。リヴァイがあればさ、あの育成のね試練とかがあるんで秘伝書もねもらえて限界突破もできて、だからもうとりあえずガチャから引けばさ自然に技レベルとかも上げれてさワンチャンあるからね。おるしょす、あったかいっかい。だからね、だからとりあえずリヴァイを引いておはじきを進めればさ強敵のエレンも勝てるからさ、だからやっぱりいるんだよね。もしくはまあワンチャンミカサでもいけるかな。いやでもおはじきもねレベル、僕ねレベル6まで倒したんだけど7からね HP の桁が違うね。だから違う方でした。いきなりリヴァイ来たかと思ってよ、止まってほしい。マジか、特攻じゃねえかこれ、サクッと来やがった。いつもそうなんだよ、だから超アップで引いてもさ違う特攻が
全部出るみたいな。だから逆に言うと今までのガチャ何だったんだっていうね、あるあるなんですけども。さあ4500来てほしい、そろそろ来てほしい、早めに来てほしい、神引きで終わりたい。お願いします。これはまさか、ゴールドのウィスパー昇天しないと厳しいか。いやでもゴールででもね出る時ありますから、来てほしい。できればミカサと一緒に来てキャラコンプしていきたい。やっぱイベントこのコラボキャラってさ、なかなか復刻しないので、だから復刻してもね、仮に復刻してもさ確率低いので、やはりここはね取っておきたい。ぜひとも、しかも進撃の巨人でしょ、取るしかないっしょ。さあ止まってほしい、止まんねえ。リヴァイ、あっと覚醒赤鬼、何気に地味に使えるキャラです。そして秘伝書もね必要ですから、しかし秘伝書入れるキャラがねっていうね。さあそろ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 、なんで俺いつもこのトリプルゼータ引けないんだろうね。ここぞっていう時に弱いんだよな。お願いします。これはまさか、ゴールドのミスパーキー株から来るのかい、スパーカー。もうこれもしかしたらラストチャンスで引いた方がいくね。いやでもね、ラストチャンスって確かに確率は高いんだけど、もうイベント残り数日なんで、やっぱり出るんじゃねえかこの特攻キャラ。だからラストチャンスで引いてもさ、残りの日にちが少ないんだよね。できればさ、やっぱり今回マップドロップなんで、エレンのステージ周回してさ、技レベル上げて限界突破までしていきたい。さあ金カップから来てほしい、リヴァイさんお願いします。てい、秘伝書地味に嬉しい。マジか。さあ超アップなんだろう、頼むぜ、ほんと頼むぜ。どうする、リヴァイ、お願いします。あっとゴールドのウィスパー昇天したい。なぜ昇天しない。僕はね、まあ2日目、初日ちょっとね忙しくてガチャ引けなかったんだけど、2日目のガチャはね、いきなり昇天しっぱなしでね、出まくりでした。確率がさ、むっちゃ低いアルミンまで引いちゃったからね。だからその勢いどこ行ったっていう感じだよね。まあそこで運使ったのか、運は平等なのか。いやいや、トリプルゼータでも引いてる人いるんだよな。おっと特攻来た。僕もね、神引き協会に入りたい。さあ止まってほしい。やっぱ昇天しないとさ、地味にこの SSS ランクとか本当は結構いいキャラなんだけどね。さあ来てほしい。マジで何なのこれ、トリプルゼータ。運営もうまいよね、このトリプルゼータ 1% を引かせる。お願いします。おったかいっすかい、マジかよ。おい、どうなの今回、おはじきなので、はっきり言えることは、使ったワイポイント回収できません。そんな稼げないからさ、スタミナ制なんで、いくらこのね獲得ワイポイントアップのキャラ引いたとこっていうかね、仲間にしてパーティーに入れたとこです、そんなに稼げないので回収できないのは分かってるけど、でもやっぱりリヴァイは欲しい。やっぱり追い求めちゃうよね。まあでもどうなんだろうね、まだ確かに今リヴァイの超アップなんだけど、この後のねガチャスケジュールだとか、もしかしたらワンチャンさ追加キャラがあるかもしれない。そういうの考えるとここで勝負に出るべきか。いやでも欲しいんだよな、頼む、昇天したい、昇天したい、もう昇天、お願いします。こんな予感でミス、来たぜ来たぜ、金カップ一つ。ちょっとこれ外したらもう終わりだ終わりだ、緊張するわ。いやでも分かんない、今回さ
ダブルゼータとかランク Z のキャラ多いからね、ニジカップだからといってリバイが来る可能性はそんなに高くありません。だからここ引けるかどうかだよね。なかなかでも引けないんだよな。いやいや何言ってんだ、この中に必ずある。なんならさ、ミカサまで一緒に引きずり出してやる。結構ね、以前は僕後半強かったんだよ。後半でね、ここぞというところの時にね、こう引くってのがねできたんだけど、最近はね弱ってます。さあここでミカサとリヴァイ、この中にあるのかないのか、いきます。止まればどちらか確定です。他は持ってます。ふっ、どうするかい。さあ虹カップ止まるのか止まんないのかい。止まればどっちか確定だからさ、どっちもジーク特攻なんで、まあワンチャンあるでしょ。止まんないとやばいよね。ちょっとそう言われるともうこうタップできない、このプレッシャーわかる、この行くぜ。はっ、あー来た、止まったぜ。高めリバイカモン、てい、ミカサだ、ミカサだ、ミカサか。こっち引くかね、こっち引くかね。リバイ欲しいよね、ミカサだよ。嬉しいけどね、一応これでミカサとライナーでチーク特攻中はこれで2体揃えました。ただね弱いんだよ、ライナーもね弱いんだよね。種族相性的にさ不利なんで、特攻といえど弱いんだよ、ランク Z の。だからやっぱライナーじゃない、リヴァイ欲しいんだよね。さあどうする、ラスト行こうか、ラスト行こうか。さあ引くわ、焦点で波来てるんで。さあリヴァイ来てほしい。マジでなんでいつもこのさ、こんだけキャラがあってさ、トリプルゼータだけ残るの最後に。頼むわ、1パーカモン。あっと、このウィスパーカーブ、金は1つ。マジかよ、リヴァイ欲しいな、リヴァイ。いやでもこの中にあるかもしれないからね、わかんないよ、ワンチャンあるかないのか。マジかよ、来てほしい。全部持ってかれるのか、頼むぜ。おっと今止まったかと思った、マジで赤からトリプルセーター。ふっ、秘伝書か、秘伝書入れるキャラねえんだよな。マジかよ、ちょっともう一回貸して、もう一回。さあ頼む、来てほしい、超アップでしょ。ここで出したいよね、もしくはラストチャンスか。いやちょっと厳しいな、お願いします。あっ、神すごい、おいどうした、どうなの、みんなどんだけ回してんの。いやでも赤ビスからでも来るかもしれないからね、伝説はある。厳しいな、マジ厳しい。ダントリー、これはね SS ランクなんだけど、ダブルゼータ級、僕は持ってるけどね。ダントリーは本当欲しいっていう人多分いっぱいいると思います。なんならダントリー狙いで今回ガチャ回してる人もいるかと思います。それをここで引くか、マジか。もうちょっとだけ引かして。引き際がなかなかね諦められません。トリプルゼータでしょ、超アップでしょ。いやそう言って前回も持ってかれたからな、お願いします。おっと、ゴールドのウィスパーか、金カップ2つ来るのか。やっぱさすがにね1パーは引けねえわ、パー引けねえのかい。マジかよ、どうなのこれ、あるのないの、リヴァイ、リヴァイ1パー。
パーってでもなんか出そうで出ないんだよな。1パーってさ、なんか100連ぐらいしたら出るような気がするでしょ。なかなか出ません。何百連ってね、持ってかれることは結構ある。さあマジで今回もうあとリバイだけだから、止まれば確定です。マジか。もう一回かして、もう一回ってね。そりゃそうでしょう。運営うまいです。オルシャスオルシャス、これはゴールドミスパー。金カプ一つかい。リヴァイが引けねえ。リヴァイいるよね。なんなんだリヴァイってよ。出ません。せっかくの今までの神引きが全て持ってかれる。頼むぜ。運営もうまいよね。止まってほしい。カモン。マジかい。マジかよ。本当のラストいくわ、マジで。頼みます、お願いします。さあ昇天してほしい。ワンチャン来てほしい。おっしゃっす。てい、これはおっと、ゴールドのミスパー、金株から来るのかい。マジかよ、これは厳しい。マジでどうなの今回。来てほしい。赤から来る。でどうなの今回さ。へい、赤鬼大。マジか。行くぜ。クソ、爆死かよ。頼むぜ、ここで一気に逆転お願いします。あった、ゴールドのミスパー。金がちょっとこれ来るかもね。なんか来そうな気がするよね、この Y 型金から来るのかい。ロマンはあるけど 1% でしょ。 1% 来てほしい。おっ、てい、 S ランク2。マジか、マジか。マジか。とりあえずですね、一旦これでイベント走ります。まだ長いんで、ちょっと今日は多分運がありません。さあ皆さんはね、何回ぐらい回して何が出ましたでしょうか。コメント欄で教えてください。ちょっともう一回だけいくわ。単発てい、これはまさか。金カプからのてい、ノストラダマス。マジかよ、厳しい。